先週から夜間開園されている熊本城。今日から新たに始まるのは、レーザーによるライトアップイベント、よかよかです。高速で動くレーザーライトが熊本城の輪郭をくっきりと浮かび上がらせます。テーマは、火の国熊本と水の都熊本。火の国祭りのお手もやんのような躍動感と、水をイメージした流れるようなレーザーの動きが見どころです。また天守閣前広場には肥後手まりをイメージしたバルーン型ライトのフォトスポットも設置されています。特別な空間というようなところを演出していきたいと思っておりますので、そういった雰囲気もぜひ楽しんでいただければなと思っております。ライトアップは午後5時から9時まで、来月4日までの開催です。